漫画クリエイター科の教員、皿山隆一です。オープンキャンバスで画家説明しました。その様子をどうぞ。と、漫画クリエイター科についてなんですけども、まずね、漫画っていうところ名前がついてるね、やっぱね、漫画家をこう主体としてこう育てるね、学科としてやってきたんですけども、やっぱイラストが好きっていう子がね、かなり最近ここ5、6年ですかね、かなり大きくなってきて、割とそっちの方が今多い状況、比率で言ったら6、4ぐらいですかね、イラストの子も結構多くなってきて、まあ漫画の子がね、ちょっとずつ上がってくる傾向もあるんですけども、まだやっぱりイラストがかなりやっぱ今描きたいなって、1万円の、ね、イラストを描きたい子が今多い傾向があるかと思います。この別冊フレンドでご存知ですかね、少女漫画の雑誌なんですけども、そこでですね、プロデビューというところで賞を取ったんですよ。この新人賞っていうところなんですけども、この斉藤しおりさんという方なんですけどもね、ずっと卒業、在学中はちょっとプロデビューできなかったんですけども、卒業して、就職をせずにアルバイトをしながら、ずっと、3年間絵を描き続けて、やっとね、こうデビュー、こうチャンスをね、掴んだというか、で、賞金の方が30万ですね、もらいまして、で、まずね、賞の受賞をこの間したんですけども、デビュー自体はね、来月発売の別冊フレンドの方で、自分のね、読み切りの漫画になるんです。それがね、載る予定です。2つの選べる選考なんですけども、この漫画家プロデビュー選考っていうのとコミックアート選考、2つになります。まあ今要するに、まあ漫画家を目指すかイラストレーターを目指すかって2つの選考になるんですけども、まず漫画家の方はですね、この毎週行われるプロ漫画家5名による本格的な授業ということで、で、在学中にアシスタントとして原稿料がもらえる。卒業生でもプロデビューしてる人結構いるんですよ。で、愛媛県結構そういった漫画家をね、先生方結構意外と多くいらっしゃいまして、で、ちょっと学生にちょっとアシスタントとしてちょっとお仕事してくれないかみたいな依頼が来たりだとか、ちょっとお小遣い程度にちょっとね、お金が稼げたりします。はい。はい、で、コミックアート専攻なんですけど、こちらはまあイラストをまあ頑張る、極める画家だと思ってください。で、まず1番ですね。ゲーム業界経験者によりポートフォリオ指導というのですが、ゲーム会社から、ね、こちらに来ていただいた先生が、ね、2人います。その先生方に実際の、ね、現場でどういったものが必要になるのかというのを、ね、指導してもらいながら、ポートフォリオの指導を行っております。で、基礎から徹底的に置かれる授業で確実に画力を上げる。まあ、これは後で詳しく、ね、画力トレーニングということで説明しますけどね、基本的なデッサンの方から始まりまして、細かなところ の仕上げとかね、構成であったりだとか、一枚の絵を極めるための、基本的なところから応用までをね、総合的に指導しております。はい。で、漫画クリエイター科の学習目標、それは、絵は漫画がうまくなる。ただ、それだけです。もうとにかくね、絵に関しての授業がね、ほぼほぼメインになりますのでね。はい。で、まあどれぐらい変わったかっていうところなんですけども、ビフォーアフターっていうところでね、まあ入学当初ちょっとまあなんとパッと書いてみようかっていう感じでちょっと書いてもらったんですけども、で、これがね、1年ぐらい経ったらこれぐらいになりました。もう別人かよっていうぐらいね、変わったと思うんですけどね。まあ、絵が今うまくなったら就職できるのというところなんですけども、これね、まあ、企業、まあ、全額合わせての企業なので、撮影とかね、デジタルの就職先もちょっと載せさせてもらってるんですけども、まあ、業界以外のね、まあ、黄色のところがね、一般企業になります。7割ぐらいですかね、学生、今このクラス33人いますけども、7割近くがちょっと一般企業でやっていきたいっていう子がね、今多いような気がします。はい。業界ではなくて、就職率 100% という、ね、紹介させてもらったんですけども、就職の指導に関しては細かなことから、一からね、最初の、履歴書の書くところから面接の指導、細かなところまでね、かなりちゃんと指導します。私大学行ってましたけども、大学だとね、基本的に掲示板とかに、ね、こんな求人票があるよってバッて貼り出されるだけで、その教授から何の就職の指導とかも特になかったんですよ。まあ紹介はありましたけども、まあ、こんな器具あるから行ってみたらどうみたいな、まあ、コネクションみたいな感じなんですが、そういうのありましたけども、なんか面接でこういうのに、なんか受け答えこういうふうにやるんですよとか、履歴書こういうの書くんですよとか、特に、ね、まあ、指導はなかったです。だけど、うちの学校は就職っていうところで、ね、専門学校はやっぱり就職してなんぼっていうところありますので、そういったところで細かなところまでサポートね、させてもらいますので。まだか、まだ終わらないね。追加が気になる方はオープンキャンパスで。
おいで。